この日、クライスさんが犯行をされる、クライスさんが犯されちゃう日なんですけど、寝ましょう。何もしてません。アクションパート、探索パートをすっ飛ばしてきました。寝ちゃおう。部屋に戻ったら、実質に戻ったら寝るっていうコマンドがあるからね。あんな風に心配されるってことはきっと見るからに不健康そうな顔色になってるんだろう。ゆっくり休んだ方がいいんだろうな。寝ます。目を閉じるとやっぱり疲れているのか、すぐにうとうとしてきた。セーブ？そんなもんいらねえよ。この後起こること分かってんだから。ぼんやりともやがかったように濁っていた思考がだんだん明るくなってくる。朝、あんまり寝た気がしないけど、このところいつも目が覚めても十分眠れた気がしない。神経が参っていて眠っても疲れが取れないのかも。でもさすがにこのままベッドから出ないってわけにもいかない。部屋から出たくないっていう人たちの気持ちはすごくわかるけど、僕はどちらかというと一人きりでいる方が寂しいし怖い。日和が心配するだろうしな。隣のベッドにはもう日和の姿はない。多分書斎にいるんだろう。眠い目をこすりながら起き上がり、身支度を整えた。さすがに人が、あれ？これちょっとどうすればいいんだろう。温室に行けばいいのかな。ちょっと温室行ってみるか。それかクライスさんの部屋もありだけどね。ちょっと待って。温室行ってみよう。何の推理もしないはずなんだけどな。温室に来た。ガチャリンコ。あ、間違えた。あ、合ってるわ。調べて。うっそうとした。あ、ちなみにここで今ブルーシートを取ることができるんだ。ああ、結構早い段階だからできるんだ。なんとなくめくってみると、シートの下には地下へと降りる階段が伸びていた。これ誰も気づかなかったのかね。階段にはシートについている泥と同じような泥が落ちていた。うん。もしかしたら僕より前にこのシートをめくった人がいるのかもしれない。ああ、めくった人がいるっていう話か。でも誰かが中に入った形跡ってのはないんだね。いや、やめておこう。それどころじゃないんだよ、今。今、そういうこと知る場合じゃないから。で、失礼します。斧だ。また品物が増えていた。しかも今度は手斧だった。意味がわからない品も嫌だけど、こんな見るからに危険そうなものはもっと嫌な感じだ。カテゴリー手斧が追加されました。で、あれ？何も起きないんだ。ちょっと待って、多分俺の予定ではクライスさん死んでんだけど。おかしいな。そういうセーブデータから始めたんですけどね。クライスさん？え、誰もクライスさんのこと気にかけてないの？行くよ、クライスさんのとこ。コンコンコーン。話す。出てくれるかな？クライスさん、一柳ですけど。クライスさん？返事もない。どこに行ってみようかな。返事もない。え、これどうすればいいんだろう。このまま寝たらどうなるんだろう。とりあえず、怖っ。書斎行こう。自分で死体を発見する場合とかってあんのかな。話す。クライスさんについて話してみようか。やあ、ナゴさん。顔を出すと椅子に座って本を読んでいた日和が顔を上げる。うん。あのさ、日和。はいはい、何です？物品じゃなくて、人名、クライシーさん。うん。クライスさんってどっかで見たことあるような気がするんだけど、よくその話できるな、今。ああ、そりゃそうでしょう。あの人、多分この中で一番テレビ出てますから。そうなの？その割にどこでどんな役やってたかはよく覚えてないな。ヒラレ役ってやつですよ。時代劇の用心棒だとかね。週に一遍はどっかの将軍とかお奉行さんに切られてますぜ。ああ、なるほど。そういう、あれだ、名脇役ってやつだ。あ、そっか、思い出した。洋服だから分かんなかったんだ。日本人なら絶対どっかで一度は見た顔のはずですぜ。ああ、そんなに有名なんだ。ああいう人が芝居を支えてんだろうなと思いますよ。そうだろうね。切られる人がいなくちゃお話にならないもんな。日和も先輩として尊敬しているんだろう。話す口調がなんだか殊勝な感じだった。どうしたもんかね。移動して、どうすればいい。どこで死んでんだあの人。クライスさんどこで死んでるんですか。ややこしいな。ラジオのスイッチを入れてニュースを待つ。どこにいんのか分かんなかったんで休憩しました。
崖崩れの続報早くやってくれないかな。しばらく待っているとすぐに相変わらず復旧作業は進展していないと報じられた。え、これ死体見つからずに進むことなんてあるの？ダメなのか。ついで天気予報も当分空模様は崩れっぱなしだと告げてくる。見事に悪いニュースばかりだ。あれ？どうです、ナゴさん。相変わらずだよ、まだかかりそうだって。はあ、そりゃ気がめいりますね。うん。長いため息を吐きながらソファーにどさりと腰掛ける。来ませんね。え、ああ、他の人？確かに来ないね。まあ時間厳守って決まってるわけでもねえですが。どうします？先に飯にしますかい？ああ、でもこれは知らない展開だな。まだあんまりお腹空いてないな。なら今のうちに先に風呂入っちまいますか。そっか、その方がいいかな。ならお先にどうぞ。俺ボイラーつけてきますよ。ありがとう。じゃあ着替え取ってくる。なんだ、知らない展開だこれは。お言葉に甘えてと着替えとタオルを取りに部屋に戻った。しずなちゃんたちは晩ご飯どうするんだろう。食料持ち込んだりはしていないはずだから、このまま部屋から出てこないってことはないだろうけど、ちょっと声だけでもかけてみようかな。階段を通り過ぎて双子やミササキさんの泊まってる部屋の方へと向かう。あれ、今の扉の音って。ひょいっと角から顔を覗かせるとクライスさんの部屋の扉が薄く開いていた。珍しい、部屋から出たのかな。けどちゃんと閉まってないなんてクライスさんらしくないな。どうしたんだろう。クライスさん呼びながら部屋に近づいた。返事はなく部屋の明かりもついていないようだった。ん、クライスさん、すいません。失礼するで。真っ暗だ。おかしいな。部屋に入ったところじゃなくて出てったのかな。けどそれなら僕と鉢合わせてるはずなのに。クライスさん、さらに一歩部屋の中に踏み込んだ時、背中の下の方に焼けつくような痛みを感じて息が詰まった。え？な、に。振り向こうとしてももう腰に力が入らない。だ、誰？誰かがいる。背後に誰かが。だけど、それが一体誰なのかわからないままに。え？僕の意識は溶けるように消えていった。こうなるんですか？え？なんだこれ？俺はクライスさんの死体が見たかったんだけど。またここに戻ってきました。クライスさんの部屋の前だ。ここで若干調べたんですよ。若干調べたところ、ここに詰まってる人いたっぽくて、ネタバレをしっかり回避しながらこの情報だけを得たんですけど、なんか条件複雑っぽいんだよね。話す、出てくれるかな。クライスさん、あの一柳ですけど。クライスさん、返事もない。はい、でここで娯楽室に移動するんだよね。娯楽室は1階の、違う、応接室、ルルか。はい、ルルに行って娯楽室だ。これ無理だと思うけどね。絶対わかんないわ俺いろんなものがあるんだよなこの部屋で。窓を調べる。窓は閉まってる。あー、カーテンも半分閉めてあった。あれ、なんか濡れてる。あ、違ったわ。カーテンの端が窓に挟まってるみたいだけど、こんな天気なのに誰か窓を開けたのか。窓越しに外を見てみる。裏庭と井戸のあたりが見えるくらいで別に何もないと思うけど。で、窓の下の床、窓の下の床、あれ、いやこれは無理だろこれは無理だわ。窓の近くの床だけなんか色が違うような。濡れたのかな、雨が吹き込むか何かして。もうほとんど乾いてるけど、絨毯が一度水を吸ったらしく、そこだけ微妙に色が違った。これは探偵で、ほんで井戸が見えるって言ってたので井戸に行きます。 BGM が不穏だぞ。井戸。井戸を見に来た。なんだってんだい。辺りを見てみる。
これで井戸を調べればいいの？苔むした井戸がある。え、そんだけ？あれ？どうすればいいんだ？この角度から見たら変わる？角度によっても変わるのか。蓋はしてあるが、板がかなり古いのか、隙間から中が少し見えている。何かあるような。もう一回。何かあるような。どういうこと？角度を変えて見てみるよ。あれ、でも何もなくない？何かある。で、これ娯楽室の窓だよな。なんだなんだなんだ。ここは書斎のはずだ。窓は閉まっている。あ、これは書斎の窓なのか。あれが娯楽室の窓か。おい、1階ホールの窓だ。ちゃうかったわ。え、娯楽室ってどれだ。この窓はどれ、どこの窓。娯楽室の窓だ。これが娯楽室の窓か。カーテンの端が挟まってる。誰かが窓を開けたんだ。いつ、誰が。え、で、ほい、関係ない。ここも関係ない。ここも関係ない。あとは、ここは、おにょにょにょ。え、どうすればいいんだ。あ、調べれた。クライスさんの部屋の窓だ。閉まったままだ。え、でどうすればいいんだ。もう一回調べるぞ。閉まったままだ。あれ、何か落ちてる。え、今なんとなく調べたんだけど。え、万年筆。なんでこんなところに万年筆なんか落ちてるんだ。この壁の向こうは娯楽室だよな。その上はクライスさんの部屋だ。え、これ不可能では。で、これ見つけれなかったらあれでしょ、殺されて積んでたってことだよね、多分。で、調べるを終了して書斎に戻ります。ごめんな、ナゴム、だいぶ時間食ったな。びっしょびしょでしょ今。どこに行ってみようかな。ノックスで書斎だ。これを話す。やあ、ナゴさん。顔を出す椅子に座って本を読んでいた日和が顔を上げる。で、これについて、物品、今の万年筆、これ。ねえ、これ見覚えある？そりゃあ、クライスさんのじゃねえですか。上着の胸ポケットにいつも差したやつだと思います。だよね、やっぱり。そいつはどこに？裏庭に落ちてた、クライスさんの部屋のすぐ下あたり。クライスさんはあれ以来館の外にはまず出ちゃいねえでしょうから。落としたとしたら部屋の窓から。なんだか妙な感じですね。嫌な感じっていうか。で、ありがとう。じゃあまた後でね。ええ、行ってらっしゃい。ここで終わると。行動でちょっと変わるところまで進めてみようかな。ここからラジオ聞くな。あ、変わった。なんとなく窓際によって裏庭を覗いてしまう。あの辺に万年筆があったんだ。すごく嫌な予感がする。娯楽室の窓辺に妙な痕跡があって、そこに万年筆が落ちてて。どうしよう。この真上はクライスさんの部屋だけど、ちょっと行ってみた方がいいかな。ひょっとしたら何か見たり聞いたりしてるかもしれない。何かあったなら嫌だし。え、怖っ。行く。気のせいならいいけど。あ、でも開いたりはしないんだ。2階のクライスさんの部屋の前まで来てみる。怖がってる場合じゃないんだってば。扉をノックするのがなぜか急に怖くなってなかなか叩けない。 2,3 回右手を持ち上げては下ろすという意味のない動作を繰り返してからようやく扉を叩いた。クライスさん、クライスさん、すみません。返事はなかった。部屋から出たがらない状態だから無視されてるのかもしれないけど、でももしそうじゃなかったら、
クライスさん、クライスさん、あの、出てこなくていいんで返事だけでもしてもらえませんか。しばらく待ってみたが、やはり何の反応もなかった。どうしよう。思い切ってノブに手をかけてみた。開いてない。当たり前か。困ったな。合鍵はクライスさんが部屋に持ってったから娯楽室にもないはずだ。どうしよう。壊すしかないのかな。無視されてるだけだったら怒られるだろうな。いやでもまあそれだったら途中で言うだろうからな、壊そうとしたら。いやだからそれどころじゃなくて、無視されてるだけじゃなかったら大変だから困ってるんだよって。ああどうしよう。壊すたってどうせ僕一人じゃ絶対無理なんだから。第一捨てて壊せるわけがない。何か道具とかいるだろうし、一人じゃ無理だと思うし。ひより、ちょっとひより、これ自力で死体見つけるのにこんな難しいフラグある？ひより、あ、いた。あれや、ナゴさん、どこ行ってたんです？そんなに血相変えて何かあったんですかい？あったっていうか、あるかも。僕はとりあえず娯楽室と裏庭で見つけたもののことを説明する。で、心配になってクライスさんの部屋行ってみたんだけど、返事もなくてさ。中に誰かいるような気配もなさそうだったんですかい？そこまでわかんないけど、物音とかはしなかった。様子見た方が良さそうですね。やっぱりそう思う。ええ、事件と関係なく、単に具合が悪いとかで倒れてても大変でしょう。だよね。無理にでも開けてみた方がいいよね、やっぱり。問題はどうやって開けるかですね。娯楽室にはもう合鍵はねえわけで。うん、扉壊すしかないかな。それはできれば最後の手段にしてえとこですね。とりあえずどうにかならねえか、使えそうなものを探してみましょう。ついでにナオさんが見つけたってやつも見せてください。とりあえずそこの窓際んとこ。ここですかい？うん、そう。日和は窓のそばに寄ってしゃがみ込み、床の上や窓枠をじっと眺める。雨が入るって分かってんのに、こんなとこの窓好んで開ける人もいねえでしょうにね。僕もそう思うんだけど。この真上は確かにクライスさんの部屋のはずですし。うん、合鍵があればすぐにでも様子を見に行くんだけど。やっぱ鍵はねえでしょう。ないみたい。どうしよう。そうですね、どっかにドライバーねえか探してみましょう。ドライバー？扉ごとぶっ壊すよりはドア、ノブの周りのネジ抜いて引っこ抜く方がマシでしょう。ああそうだね。最悪ノブの周りは壊れるかもしれないけど、扉ごと壊すよりはまだいいか。他の人にも驚かねえように内線で事情を話しときますよ。工具は地下にあったような気がしますから、持っていきましょう。うん、こんな大事になろうとは思いませんでした、私。一大イベントじゃん。地下から工具箱を持ち出してクライスさんの部屋の前に来る。どうしても返事がなければ扉を破るかもしれないと他の人たちも内線で伝えてあった。クライスさん。日和がノックしながら室内に声をかける。クライスさん、すいません。クライスさん、無事だったら返事してください。反応ねえや。しょうがねえ、開けます。うん、クライスさん、すいません、ドア開けちゃいますよ。よいしょっと。扉の前にしゃがみ込むと、日和は器用にドライバーを使ってノブを固定しているネジを外した。こんな怪しい物音立ってるのに、クライスさんの部屋の中からは何の反応も返ってこない。気がついてないなんてありえないだろうに。よっと、これでネジは全部かな。引っこ抜けそう？やっぱ鍵んとこが邪魔なんで、ちょいとばかし扉も壊れちまうかもしれませんけどね。もう仕方ないよ。じゃあやっちまいます。うん、せーの。おっと、抜けた。ふう、さすがに硬えや。日和結構力あるね。まあ多少鍛えてますんで、ドアはこれでもう開くでしょう。ノブのなくなった部分に手をかけて扉を開く。クライス、お、室内に踏み込もうとした足が金縛りにあったように止まる。返事もねえわけだ。な、ああ、やっぱボウガンか。
クライスさんは窓の下に倒れていた。仰向けになって少しのけぞるように顔を上げて、顔に額に何かが突き立っていた。その根元には赤黒い血がにじんでいるようだ。はあ、なるほど。何あれ、ナゴさん。ねえ、何あれ。足が震える。うまく立てなくなって日和に横から支えられた。わかりませんが、嫌みてえですね。嫌？なんでそんなものが。鍵のかかった部屋にいた人の額に。どこから。え、あ、そうか。一応調べることはできるんだな。あ、何、花束か。あれ、バラのあれか、花か。なぜか遺体の傍らにはバラの花が置いてある。これもしっかり見立てだね。あれ、何あれ、温室に咲いてたやつじゃねえですかい。それがなんでここに。と、まあ額の矢だよね。額の真ん中に矢が突き刺さっている。どこからこんなものが。カテゴリー物品に矢が追加されました。顔はすでに土系色になっている。ついさっき亡くなったとかではないだろう。昨夜かな。え、亡くなったのがですよ。周り一日は経ってねえと思います。昨夜。体は無造作に投げ出されるように床の上に倒れていた。いや、まあ、犯人の腕にびっくりだよね。額にピンポイントでボウガン打ち込むって。しかも雨の中、多分娯楽室から上を覗き込んだ状態で打ち込んだってことでしょう。とんでもねえよこれ。なぜか足が窓の下の壁に押し付けられて膝が少し曲がっている。え、どういうトリックあんのかな。あ、ズボンのポケットから何か落ちそうになっている。あれ、なんだろう。ああ、合鍵か。鍵じゃねえかな。鍵？ああ、そうか。どっちだろう。クライスさん合鍵も自分で持ってたよね。もう一本は。ああ、あった。テーブルの上のタバコをひょいとどかして、箱の鍵に隠れていた鍵を指さす。これですね。でことは鍵は2本とも部屋の中にあったわけだ。え、それじゃあまさか。窓から入るしかねえってことですよね。ん？ 2 階まではしごかなんか使ったってことか。これで終わりか。いや、まだ気になるところがある。はい、何でしょう。ギターですか。ガラスケースに入ったギターが飾ってあるだけじゃないよな。さすがにそんなことないよな。あと何だろう。手かな。体は無造作に投げ出されるように。他なんか気になるところあるか。靴？まああれか、窓か。窓。え？窓枠の下の方に少し濡れて変色したような跡がある。下の方に隙間が。窓がきちんと閉まりきらずに窓枠から少し浮いていた。そこから雨が吹き込んでいるようだ。これ殺人事件を追っていくと、全部の殺人を追うと何かヒントになったりするかな。古いから立て付けが悪いのかな。でも最初からこんな状態だったら隙間が空いたまま放っておいたりしないよな。じゃあここの窓も開けられたってことなのか。いや、自分で開けたんだと思うけどな。はい。おかしいな。呆然としているとぽつりと日和がつぶやくのが聞こえた。え、何。いや、違う気がして。何がって、日和。日和は手を合わせると、クライスさんのそばにひざまずいて、ポケットから落ちそうになっていた鍵を手に取る。そしてテーブルの上にあったもう一本の鍵も拾い上げて、両方手のひらの上に乗せた。と、取っちゃっていいの。本当はまずいんでしょうかね。これちょっと見てください。ん？受け取って片方ずつ両手に持ってみてみる。これ違うでしょう。うん、別の鍵だ。え、どういうこと。両方この部屋の合鍵だと思っていた2本の鍵は溝の形が異なっていた。重ね合わせてみると明らかに同じ鍵ではないようだ。どういうこと。どっちがここの。確認してみましょう。日和はさっき壊したドアノブを持ってくると鍵を差し込んで回してみる。こっちはこの部屋の鍵ですね。それはテーブルにあった方。そうです。クライスさんが持ってた方は。合いませんや。これはこの部屋の鍵じゃねえらしい。どういうこと。どこのだろう。わかりませんが、
間違えたってこと？間違えて誰かが持ってったってことか？とりあえずはこの部屋は実は俺らが思ってたより自由に出入りできたってことでしょう。え、あ、そうか。どっかにもう一本、この部屋の合鍵があるはずだから、それを持ってる人物はここを閉ざして出ていくことができたんだ。しかもクライズさんがポケットに入れてた方の鍵がこの部屋のじゃなかった。間違えて持ってったってこと？あらかじめ殺すために合鍵の場所を入れ替えてたってことなのかな？どういうことだ？いつの間にすり替えられたんだ？最初からじゃないのかな？それに本物のクライズさんの部屋の合鍵はどこに？ナゴさん、すいませんが。え？携帯貸してもらえますか？あ、そうか。そうだね。現場を保存しておかないと、いつになったら警察に届けられるかもわからない今となっては。すいませんね。後で届けるなら同じ携帯に全部収まってた方がいいでしょうし。うん。上着から携帯を出して日和に渡す。クライスさんの姿を写真に収めるところは、なぜか直視していられなくて途中で目をそらしてしまった。あんなに誰よりも警戒してたのに。一体誰がどうやって？これでいいでしょう。ありがとう、ナゴさん。ああ、うん。いつの間にか写真を撮り終えた日和が隣に来ていた。差し出された携帯を上着にしまう。とにかく他の人たちにも知らせた方がいいでしょう。うん。今にでも降りましょう。ここは閉めといて。日和は壊れた扉をそっと戻して手を合わせた。すいませんね。迎えが来たら一緒に帰りましょう。ごめんなさい、クライスさん。あのさ、日和。日和？え？あ、ああ、すいません。何です？心ここにあらずといった様子だった日和が慌てて足を止める。うん、娯楽室も閉めといた方がいいと思う。娯楽室？なんか変な痕跡があったし、関係ないかもしれないけど。そうか、どうしましょうかね。ラジオとか合鍵とか使えなくなっちゃうとまずいかな。他の人たちにはなるべく入らないようにって言っておけばいいか。そうですね。なんだこの日和の様子は。まだかなり呆然としている。さっきまでは僕よりしっかりしているように見えたのに。それともなんか犯人分かった？だんだん実感が湧いてきたところなのかも。僕も最初にマダライさんが死んだ時、まともに実感が湧いたのって、そういえば食堂出た後だった。そういうものなのかな。目の前で死んでるのを見てる間よりも、そこから一歩離れて記憶の中で反芻し始めたから、急にいろんなことが。クライスさんの部屋で見た光景が頭の中にやけにはっきり浮かんだ。怖くて振り払いたいけれど、なぜかそれはクライスさんに申し訳ないような気がして途方に暮れる。行きましょう。ぽつりと独り言のようにつぶやき、日和は今へ向かった。なんかちゃんと重厚だな、ストーリーが。今に戻ると、日和は疲れ切ったようにソファーに座り込んだ。さっきまでは無理をしてでも作っていた普段通りの表情さえもう見当たらない。大丈夫？いや、さすがに答えますね。弱々しく微笑みながら肩をすくめる。ガキの頃から知ってる役者さんだけいいね。ヒラリ役の名優だったし、一世一代の名演技じゃねえかなんてバカなこと考えちまって。なわけねえですがね。何度見ても演技なんかじゃ。そうだよな。僕にとっては数日前初めて会った人だけど、日和は前から知ってる人だし、役者としても大先輩だし、今日は誰も殺されてないって思ってたから余計に。ああ、すいません。大丈夫ですよ。そんな顔しねえでくださいな。でも平気ですって。ちょいといろいろ思い出しちまっただけです。座ってていいよ。電話は僕がするから。ナゴさん。いいから待ってて。すいません。やっぱり辛いのか、素直に引き下がってソファーに身を落とす。僕は受話器を取り上げて他の人たちに内線で電話をかけた。え？え？じゃあ、スズナで。はい。ああ、スズナちゃん。一柳ですけど。お兄さん、クライスさんはどない？ごめん、亡くなってた。そう。
予想はしていたのか、スズナちゃんは驚いたというより落胆したような声を出した。いつの間にいなくなってたんやろ。それがはっきりしなくて、スズナちゃんはクライスさんに最後に会ったのっていつ？うち？うちは、そうやね。多分夜トイレの前で会うたんが最後かな。あの那須さんのお茶に毒が入れられたって時。ああ、あの日か。それっきりかな。そう。ほなね、連絡ありがとう。うん。で、シズナ。はい。ああ、シズナちゃん、ナゴムですけど。どう？扉を壊すと知らされていただけに、シズナちゃんはためらいもせず聞いてきた。ダメだった。亡くなってた。そう。普段からあまり抑揚のない声が一層無機質に響く。いつ？ああ、それが、ああ、そうやね。ずっと部屋におったし。うん、うん、断定できないんだ。うちなんか部屋にこもる委員去ってから会うてへん。そっか。みんなで引きずり出したらよかったね。そうかもね。ほな、ああ、うん。ミササギ。はい、もしもし。ミササギさんですか？一柳ですけど。ああ、一柳さん。あの、どうなりました？さっきの件。クライスさん、亡くなってました。受話器の向こうで息を呑む音が聞こえた。そう、ですか。警戒してお返事なさらないだけならいいのにって思ってましたのに。ええ。それであの、いつから？それが正確にはよくわからないんです。ずっと部屋にいただけに。まあ。ミササキさん、クライスさんは部屋にこもった後でお会いしたことってありますか？お会いしたことは、あ、でもお見かけしただけなら。あるんですか？いつですか、それ。今朝早くです。6時半頃だったかしら。今朝？え？今朝？どこでですか？2階の廊下ですわ。私、早くに目が覚めてしまって部屋を出たんです。なんで？その時、クライスさんがお手洗いに入って行かれるのを見かけましたわ。そうなんですか。その後、三崎さんは台所かどこかに。今におりました。何をしていたというわけでもないのですけれど。だんだんお部屋でじっとしているのも息が詰まる気がしてきて。そうですよね。ええ。すみません、それじゃ。はい、失礼します。倉石目撃。6時半には生きてたんだ。結局一つの事件も読み解けなかったな。すいませんね、面倒なことをしつけちまって。ああ、うん。ついでに昨夜のことも少し聞けたし。意外と強えな、ナゴさんは。強えよ、この男、意外と。え？ちゃんと聞き出すことは忘れずに聞いたんでしょ。まだ犯人に白旗あげる気はねえってことでしょうに。違うんですかい？ごめん、このルートでは白旗をあげ続けますね。いや、なんとなく、いつも聞いてたから習慣になってて。あんたってつくづくすげえんだかすごくねえんだかわからん人ですね。よく言われる。それもそれでもかつかな。ある意味才能かもしれねえな。なんで？だって鋭いこととか役に立つこととか無意識にやってんでしょ。ナゴさん自覚してねえだけで実はすげえ才能あるんじゃねえですかい。まさか。そんな2秒で否定しなくても。そんな才能あったらもっと苦労しないで人生過ごしてるよ。そうですかね。かなりの部分で性格が邪魔してる気がするな。ん？なんか言った？いえいえ、何でも。それで、あの表どうします？ああ、あれはクライスさんがいつ亡くなったか全然わからないしな。でも一応6時半には生きてたってことは目撃されてるんだよね。誰か見かけた人とかもいねえんですかい？多分一番最後に見かけた人はミササキさんかな。最初の日から数えて5日目の朝かな。5日目。朝って何時頃です？6時半くらいって言ってた。6時半か。俺はまだ部屋にいたかな。もう起きてた？起きてましたよ。7時前には部屋出てトイレに寄って台所におりましたから。ああ、そういやその後今で三崎さんに会いましたよ。あれは7時半過ぎだったかな。飯作って今に持ってって食おうとしたら三崎さんがいて、ああ、今にいたって言ってたね。何をするでもなくぼーっとしてた感じでしたかね。そっか。そのあたりのことをみんなに聞いてみるしかないか。じゃあそいつを聞いてからですね。そうだね。
ここじゃ誰か来るかもしれないし。そうですね。なら何かあったら後で書斎ででも。うん、わかった。カテゴリー人命に暗い死亡が追加されました。あ、こっちだった。扉が開いて双子が顔を覗かせた。ありゃ、北条さん方。お腹すいた。ああ、そういや、もうそんな時間ですね。お兄さんらまだ作ってないの？まだですが、お先にどうぞ。そう、ほな行こか、お姉ちゃん。うん。うなずくと、しずなちゃんは先に立って今を出ていった。ほな、お先に。はいはい。他の人はやっぱり降りてこないね。いや、他の人ってもう三崎さんしかいないでしょ。まあこうなっちまうとね、部屋から出るだけで勇気いるでしょう。そうだね。晩飯何だったら食えそうです。あんまり食欲なんかねえでしょうけどね。食わねえと本当に参っちまいます。うどんくらいならどうです？ああ、それくらいなら。じゃあそうしましょうか。確か真空パックのがありましたから。ああ、こっからは一緒になる感じかな。うん。いや、思ったよりしっかりボリュームがあったからさ、今回。次、またシズナの事件だよね、次は。から、ミササギさんの事件にかけてやりましょうかね。もうしばらく時間を潰してから僕らは立ち上がって今を出た。食事を終えて風呂に入ると2階へ戻ってくる。あ、ふと気になって階段を登ったところで足を止めた。ボイラー消したっけ？ああ、大丈夫ですよ。ちゃんと消しました。そっか、よかった。ん？今、なんか音がした？これは知らない展開だぞ。扉の音でしょう。誰か部屋に戻ったとこなんじゃねえですか？ああ、そうかも。俺らもとっとと戻って休みましょう。うん。何今の？気になるな。疲れた。部屋に戻ってくるとどっと疲れが湧いてくる。もう寝ようかな。あ、なるほど。ここで火をまたぐ感じか。じゃあもう寝ましょう。寝よう。疲れてるのに起きてたって明日が辛くなるだけだ。まあ推理をするかしないかって話だと思うんだけど、明かりを消してベッドに横になる。すぐに頭がぼんやりしてきて眠りに落ちていく。いやー俺すっかり忘れてたんだけどさ、あのクライスさんの死体を発見するために必死でいろいろやってたじゃないですか。あの日ってこの殺人を防がなきゃいけない日だったんだねダメじゃん、積んでるかな。ふっ、館中に響き渡るようなものすごい悲鳴で飛び起きた。な、い、今の声双子のどっちかじゃねえですかい。行きましょう。急いでメガネをかけて部屋を飛び出す。シズナさんの部屋です。本当だ、開いてる。お姉ちゃん、お姉ちゃん。シズナちゃんの部屋の扉が半分ほど開きっぱなしになっている。中からはスズナちゃんの叫び声が聞こえており、慌てて近づいた。スズナちゃん、どうした？あ、花嫁衣装で、あれだ、オープニングで見たやつだ。うわ、これは、こりゃ、うわぁ。あまりにも凄惨な光景に金縛りにでもあったように体が固まってしまう。悲鳴を上げたくても声も出なくて体は動かないのに、目の前の真っ赤な部屋だけがぐるぐる回り出して。ナゴさん、ガクンと視線が大きく揺れる。気がつくと崩れ落ちそうになったのを支えられていた。いや、あー、なんか、なんだろう、不謹慎な言い方だけど、すごいいい反応だね、和む。なんか、そうなる気がする。これを目の当たりにしたら本当に、なんだろう、ふってなりそう。日和、喋んなくていいです。いいですから、しっかり。あ、しずなちゃんなの？ええ。ベッドに横たわった血まみれの姿からは異様なものが生えている。胸元から変な角度で鈍い鉄の色をした何かが。なんで、あんな、あれ、何？斧だと思います。斧？斧って、出てけ！うわ
呆然としていると突然走り寄ってきたスズナちゃんに突き飛ばされた。まあ、そうだよね。自分のお姉ちゃんのこんな姿見てほしくないわな。出てけ出てけってば。お姉ちゃんに触るな。スズナさん落ち着いて、触りはしませんから。出てけや早よ出てけ。日和がなまめようとしてもスズナちゃんは出ていけと押し出すばかりだった。あ、そして目の前で扉を閉めてしまう。部屋の中からはこの世のものとは思えない号泣の声が聞こえてくる。しばらくそっとしとくしかねえでしょうね。ええ。ああ、日和の他にも誰かいたんだ。薄れていく意識の中でぼんやりとそんなことを考えていた。大丈夫か、ナゴム。フラフラやないか。目が回る。もう立てない。ああ、眩しい。それに人の声がする。僕はどうしたんだっけ。深く沈んでいた意識が少しずつ水に浮かぶように戻ってくる。ああ、今なんだここ。僕は寝かされていて話し声がして、それで目を開けたら隣に。あ、いつもの日和カット。日和。ああ、気がつきましたね。よかった。もう大丈夫ですの？心配そうに近寄ってきてくれたのはミササキさんだ。他には誰もいない。初めてここで目を開けた時にはあんなにいたのに。あ、もう3人か。那須さんも椿くんもみんないなくなったんだ。夢じゃなかったんだ。思わずもう一度目を閉じる。ナゴさん、やっぱり具合悪いんですかい？大丈夫、起きる。意を決して今度は目を開けると同時にゆっくり体を起こした。無理しなくていいんです。大丈夫。まあ寝てられる気分でもねえでしょうけどね。うん。どうすればいいんでしょう。こんな。ミササキさんは戸惑ったような声を上げて両手を握りしめる。誰が犯人なんですか。もう残ってる人はほとんどいません。そうですね。ミササキさん、僕らのこと疑ってる。そりゃもうほとんど生きてる人は残ってないから無理もないけど。いや、こっちのセリフだけどね。それで言ったらいつなんですか。シズナさんが亡くなったのはわかるかよんな。もう、あの夕べ突然時計が鳴ったのは何か。あ、音をごまかすため。あれがよくわからねえんです。何のためになったのか。うん。でも事件と何にも何の関係もないってことは。そりゃねえでしょう。意味もなくなるわけがねえし。ことによっちゃあの時亡くなったのかもしれませんがね。あの後なりませんでしたけど止めてくださったのは。ワイラです。俺です。そうです。それは僕が証言できます。そうですか。だからってアリバイにはなりませんがね。そうだね。もうそれで言ったらみんなアリバイねえよ。私は昨夜はずっとお部屋にいました。ほら、もうこんなのアリバイなんて一切ないみたいなもんじゃん。いないよね、アリバイのある人なんて。いませんね、南雲さんも含めて。え？あの人は生きてるか死んでるかすらも分かりませんから。まあそうだな。そうだね。じゃあお姉ちゃん殺したん誰？ひょっとして扉の方を見ると異様な目をしたスズナちゃんがフラフラしながら立っていた。ねえ、誰？スズナさん。誰やねんって聞いてるやろ。誰よ。ねえ返してよお姉ちゃん。ねえ、誰が殺したん？ふわっ。突然叫び出したスズナちゃんは手当たり次第に僕らを殴りつけ始めた。スズナさん落ち着いてって。無理か。しょうがねえ、部屋に連れて行きましょう。はい、暴れないで、スズナさん。いやいや、お姉ちゃん返して。体が動かなかった。目の前のことがあまり現実として感じられない気分だった。スズナは生き残るん
だもんね。スズナは殺されないんだもんな。ナゴさん、いいから座って。そこで待っててください。え、あ、うん。日和に言われてストンと腰を下ろす。何なんだろうこれ。もうどこまでが本当のことなのかさえよくわからなくなってきた。ナゴさん。ああ、もうまた泣いてる。え、いや、もう泣かしてくれや、こんなの。泣くだろ。いや、でも涙枯れてる方がおかしいって。泣かしてくれや。気がつくと日和が戻ってきていた。ミササギさんは？気分が優れねえって部屋に戻りました。そう、そう落ち込まないでくださいな。そう言われてもな、ナゴさんのせいじゃねえんですから。そもそも最初にあんたを焚きつけたのは俺なんですしね。見立て殺人かもって言い出したのは俺ですし、変に責任感じちまってんじゃ。そういうわけじゃないよ。だって僕がいろいろ調べたりやったりしてるのは全部怖いからだし。そういや最初にもそう言ってましたね。けど俺らのこと助けられるかもしれないとも言ってたじゃないですか。そうだけど、助けられればいいなとは思ったけど失敗しちゃったし。それこそあんただけのせいじゃねえですって。俺を含めて他は全員オロオロするばっかりで何もしてねえも同然なんですから。だって日和たちは僕みたいな部外者とは立場が違うんだから。だからこそ死に物狂いになんなきゃいけねえんでしょうがね。なんか麻痺しちまうのかな。何か考えようとしても気がついたらプツンと思考が途切れてる感じで。ああそれわかる。何か考えようとすると自分が怖い状況にいるって思い出すから嫌なんだ。だから気がついたら頭が勝手に全然違うこと考えてて。よくあるよそういうこと。そういうもんですか、現実逃避ってやつですかね。こういう時になって初めて自分が意外と根性座ってねえなと思い知りますやね。日和は僕よりよっぽど冷静だと思うけど。俺は感情表現がナゴさんほど素直じゃねえだけです。怖がりながらもとりあえずどうにかしようとしてるあんたの方がずっと根性ありますって。そんなこと初めて言われた。そうですかい。ああ普段は分かりづれえのかな。よっぽどの逆境でねえと分かんねえのかも。そりゃ確かにこんな状況生まれて初めてだけど、俺なんか二度目なのにこの様ですから。二度目？そんなの。え？言ったでしょ、俺のじいさん頭の上に物が落ちてきて死んだって。おう、うんうん。一応事故だろうってことで終わっちまったんですが。殺人なの？違うと思うの？俺はね、多分俺だけでしょうけど。ああ当時ほんのガキでしたし、ただの思い込みかもしれません。なんだこれ、動機か？このタイミングでその話はちょっと怖いよ。けどまあ不可解な事件に何度遭遇しようとこのありさまってことは、俺はよっぽど名探偵ってやつには向いてねえんでしょうね。僕が向いてるとも思えないけど。いやでもこれミササギさんの事件を見ればもうわかるかもしれないな、いろいろと。でもなんとかしたいと思う。早く終わらせたいって。俺だってそうです、向いてねえなりになんとか。なんせもう時間がねえだけに焦りますよね。明日だっけ、本当だったら撮影が終わるのは。ええ、そうです。じゃあもうタイムリミットなんだ。そうですね。どうする気なんでしょうね。ほとんど確実に迎えは来ねえと分かってるわけですが、館が崩れます。さすがに予想してないだろうけど。だからってここに来て犯人が予定を変えたりするのかな。しねえでしょうね。今までも最初に計画してたことをひたすらやってる感じでしたし。そうだね、なんとかしないと。もう出られねえでしょうね、この館から。考えてみよう、犯人だってこれだけのことをしちゃってるんだから。
何か、きっと何かどっかに手がかりを残してるはずだよ。そうですね。やったことの数が多くなればそれだけいろんな痕跡が残ってんだし。うん。ああ、そうだ。写真は？もう撮ったの？ああ、申し訳ねえですが、携帯お借りしました。そっか、いいよ。同じ携帯に全部入った方がいいし。僕、もう少し調べて考えてみる。ええ、それじゃあ俺は。日和はいつも通りに書斎にいてよ。何かあったらすぐ知らせるから。それにここに来て急に違う行動を取ると犯人の方も出方変えてくるかも。かもしれませんね。それはそれでこっちも困るか。うん、だから書斎にいて。わかりました。あの例の表はどうします？あれも作らなきゃな。軸にすることって、まあ時計だろうね。大時計が鳴った時間だよね。大時計が鳴った時間だよね。他にねえでしょうね。ただ問題はさっきの話じゃみんな寝てたみてえですが。そうなんだよね。でも、あの時計が事件に何か関係あるのは確かだろうし。ですよね。何のためになったのか見当つけねえとダメでしょうね。うん、なんとか考えてみるよ。分かんなくなったら書斎に聞きに行くから。わかりました。お気をつけて、ナゴさん。カテゴリー人名に静な死亡が追加されました。どうする？このままちょっと聞き込みもしてみよっか。日和もね。それじゃあまた後で。静な死亡についてミササギさんと、まあ聞ける状況じゃないだろうけど、静なの話も聞いてみたいな。そう言って日和はソファーから立ち上がり今を出ていった。ただこの事件が見たいっていうのはあったけど、それ以前にまだ何にも手がかりつかんでないからね、この一連の事件について。なんか威勢のいいこと言っちゃったけど、もう結構やってんだけどな、このゲーム。あと1日しかないんだ。明日になったら全てが今まで通りとは限らなくなるんだから。で、聞き込みやら何やらしてるとミササギさんの事件が防げなくなると。ようできてんな、このゲーム。本気で生きてここから出たいなら一刻も早くなんとかするしか。どうしよう。頭なくうろついてもどうしようもないだろうし、ひとまず2階へ、双子の部屋の方へ行ってみよう。さっきは倒れちゃって周りを見る余裕もなかったからな。泣いてる。まあそりゃそうじゃろうよ。しずなちゃんの部屋の前まで来ると扉の向こうから悲痛なすすり泣きが聞こえてきた。しずなちゃんの部屋にこもっちゃったのか。このままそっとしておいた方がいいだろうな。あ、今話しかけようもんならだよな。すずなちゃんの部屋は鍵は開いたままみたいだ。悪いけどちょっと入らせてもらおう。隣り合わせだし部屋の構造はほとんど同じなはずだけど、あまり物には触らないようにしながらベランダの方へ近づく。外はまだ相変わらずの雨だ。ベランダは結構広いので雨で濡れてない部分も多いけど。何もないよな、別に。いや、わかんないよ。向こうがしずなちゃんの部屋。ベランダを隔てる、扉の前まで行って取っ手を動かしてみた。やっぱり開かないや。蝶使いが完全に錆びてるもんな。ここを通ってしずなちゃんの部屋に行くのは無理なんだ。なら、もしベランダを通ろうと思ったら反対側から来るしかないってことか。ミササギさんならすんなり行けるのでは。ベランダに出たせいで少し雨に濡れてしまった。部屋の中を濡らさないように注意して戻ってくる。どうしようかな。他の場所も見に行ってみようか。まあ、ミササギさんに話を聞きたいよね。さすがに今スズナは話取り合ってもらえないだろうから、ミササギの部屋だったらすんなり行けるんだよね。スズナの部屋に。ミササギさんの部屋だ。ちょっとやれることやってみるか。話す。いるかな、ミササギさん。はい、あの、一柳ですけど、ちょっといいですか？あら、お待ちくださいな。いらっしゃい、一柳さん。何かご用かしら。話は聞いてくれるんだな。今ってみんなの好感度ってどんな感じなんだろう。やっぱ死なせたりすると下がったりするのかな。あれ、どうやって確認するんだっけ。人物ファイルか。特に疑われてはいない。あ、でも特に疑われてはいないんだ。いろんな人に、例えばあのミササギさんに
誰かの話を聞くとか、例えばスズナの話を聞くとかしたら、このスズナのあれが埋まったりとかするのかな。このキャラクター別のプロフィールみたいなのもちょっと埋めたいよね。引き継いでくれたらいいんだけどな、その情報2週目とかに。さすがに無理だろうな、それは。物品ファイル、書庫確認。2週目って引き継いだりできないのかな、そういう情報。さすがにダメ？人名、静な死亡。うん。静なちゃんのことで。静なさん。ミササギさん？名前を言いかけた途端、ミササギさんは口元を押さえてうつむいてしまった。あの、すみません。ミササギさん、大丈夫ですか？ごめんなさい。まだ触れないで、その。どうしても思い出してしまうの。まあ、なかなかいかつい光景だったもんね。はい、やめときます。すみませんでした。ダメか。ミササギさんはしばらく辛そうに呼吸を整えていた。こんな人が人を殺せるかって言いたいところだけど、女優さんだもんな。そればっかりは、わかんねえよな。一応日和にも話聞くか？そーっと書斎を覗いてみると、いつも通り日和が本を読んでいた。なんか、ちょっと違うな、入り方が。なぜだかその光景にひどく安堵感を覚える。いつも通り、だからかな。まあ、この状況でいつも通りっていうのはすごい安心するだろうな。そしてこの館では、欠けてしまったものはもう二度と戻ってこないから。あのさ、日和。はいはい、何です？物品じゃなくて、人名、静な死亡。いろんな人の話聞きたいな。静なちゃんのことなんだけどさ。ええ。最初から狙われてたのは静なちゃんの方だったってことだよね。現場は静なさんの部屋でしたからね。当然静なさんが目的だったんでしょう。だから寝てる時に部屋に入って殺したのかな。呼び出したら二人とも来そうだし、起きてる時は黙ってたらどっちだか区別できないし。かもしれませんね。少なくとも寝てる時はお互いの部屋に一人ずつなわけですから。だよね。どうしようかな。まあ部屋に戻って寝て、ミササギイベントを見るのもありだけどな。移動。ありがとう。じゃあまた後でね。行ってらっしゃい。今のうちにまだ見れてない。いや、それは2週目でいっか。とりあえずイベントを見る方向で行こっか。見る。部屋へ戻った。うん、休憩しましょう。移動を終了。ああ、もうこんな時間か。雨、割とマシになってる。ウッドデッキへ出るガラス戸のそばを通って、そばへ行って、表を見てみると、雨はもう霧のような細かさになっていた。ようやく上がりそうになってきたじゃねえですか。うん、よかった。あれ聞いたのかな。ぶら下がったままのてるてる坊主を指さす。時間はかかったけど、効き目あったのかもしれない。かもしれませんね。あとは崖崩れか。うん。雨が上がっても、道が塞がれたままでは通れない。でも雨が上がれば復旧作業はできるようになるし。そうですね。明日までには上がりますかね。うん。きっとこのまま晴れてくれる。そう信じるしかない。さて、飯でも作りますか。そうだね。ちょっとお腹空いた。そりゃよかった。じゃあなんか適当に作りましょう。パスタがあったからあれでいいですかね。まあこの辺は一緒か。うん、ありがとう。手っ取り早く食事を済ませて風呂に入ってから2階へ上がる。まあ特に変わらなさそうだったらカットかな。それじゃあ寝ますか。おやすみなさい。うん、おやすみ。あ、でももう睡眠か。脱いだ上着をベッドの端に引っ掛けて、あくびをしながら布団に足を突っ込む。どうしようかな。いや、寝るよ。もう、寝ます。寝るに限るよ、こういう時は。もう寝ようか。もぞもぞと布団に潜り込み、横になった途端に眠りに落ちていった。さあ、どうなるか。何の音？ん？何の音？ミシリという嫌な響きで眠りが途切れた。え？
建物自体が崩れるの？今？え？揺れた？今、なんか揺れた？なんです、この揺れ。な、何？地震？慌てて起き上がろうとして手探りでメガネを探す。ま、な、な、何？低い地鳴りのような音があちこちから聞こえ始め、ガクンと地面が傾く。ああ、ナゴさん。思わず布団にしがみついたがベッドから投げ出され。最後に見たのはまっすぐに落ちてくる天井だった。え？ゲモバ？え？ミササギの事件って起きないの？これはどういうことや？システム情報、はい、まあセーブしておきましょう。どういうことだ？これは一体。